ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。どうも皆さんこんにちは、 MC のホワイトカルテットスタッフのカズです。このラジオはホワイトカルテットの魅力を感じて知っていただけるように、さまざまなコーナーを行っていくラジオ番組でございます。やい、今回は、記念すべき50回目となっております。イエーイ、パチ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 。一人で言うのも楽しいですが、はい、すいません、今このご時世なんかメンバーと集まることができないので、はい、前回も言ったように一人でお届けするということになっておりますので、皆様よろしくお願いします。それではそろそろ始めましょう。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ、スタートです。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。ではコーナーの方へ参りましょう。コーナーは教えてカルテット。このコーナーは本来なら質問コーナーなんですが、今回は記念すべき50回ということで、メンバー個人個人が好きなライブ映像&カルラジで好きなものを選んで紹介ということで、事前に、メンバーに聞いております。はい、では紹介していきたいと思います。で、今回ギターのニッシーがちょっと初版の事情により収録ができないということでコメントをいただきましたので、それを代わりに僕が代読したいと思います。で、印象に残ったライブの方はシャイニーソングアワーダイヤモンド2019年6月16日のライブですね。はい、で理由としてはライブの方は3回目の主催ということで、コピー曲やオリジナル曲のアコースティックアレンジなどいろいろ挑戦したライブでございました。で、見どころ満載です。はい、でカルラジの方は第44回、この回は、あってはならないハプニングの連続があった神回で、必聴レベルだそうです。はいはい、ニッシーはこの2つでですね。はい、で次は、ベースのユカンヌの感想でございます。ではどうぞ。ベースのゆかんです。私が選んだ一番好きなライブ映像は2019年11月4日の京都魔女さんでのライブです。京都魔女さんといえば有名アーティストさんも数多く出演されているライブハウスということもあるのですが、このライブ映像はメンバー全員がバランスよく映っていて、映像が綺麗なのと音量のバランスもいいので、ぜひ見ていただきたいと思います。そして一番好きなカルラジの回は39回目で、レコーディングの様子を映したものになります。かけた後のレコーディング風景や後半のコーラスでは、いろいろなゲストさんが参加してくださっていて、楽しい雰囲気が伝わるのではと思いました。私が選ぶ一番好きなライブ映像とカルラジでした。はい、ありがとうございます。次はドラムの特訓です。皆さんお久しぶりです。ドラム担当と時々ピアノも担当してます特訓です。皆さん元気にされてますでしょうか。僕はこの通り通常運転でございます。今回はカルラジ50回ということでね、ありがたいです。ありがとうございます。まあ、いろいろ語り出すと長くなっちゃうんで、早速本題へ参りたいと思います。今までの中で、まあ、僕の一番好きなライブといえばやっぱり去年行った主催ライブですかね。まあ、1時間超える長いステージでもう初っ端からぶっ飛ばしてるなっていう感じ でやっぱり、まあ、僕十何年ぶりに人前で、ね、ピアノを披露して、さらに苦手な歌にも挑戦するという、すごい、もうこれは自分にとって大きい出来事になりましたね。まあ結果ね、ピアノを間違えまくるしも緊張して、ね、手もガッチガチやったね、あの時。さらにもう音程外しまくる、でも自分で歌ってるのめっちゃ外してるやんってぐらい気づくぐらい外してまして、まあ、すごい大恥かいたんですけど、まあ、でもそれがきっかけでもう、まあ、そのすごい悔しいなっていう思いと、ね、楽しかったっていうのがあって、もうそれから本格的に
ピアノを練習するようになりまして、やっぱそれが今に来たるんやなっていう、まあいい経験になったなっていうのすごい思います。はい、続いてカルラジで一番好きな回ですけども、あの第44回やったかな、スタッフのカズシが収録中にもかかわらずマナーモードにしておらず着信音が鳴り響くっていうハプニングがあった回ですね。しかもそれになったん1回だけじゃなく2回も、ね、びっくりしましたね、あの時はね。普通1回切ない1回鳴った時に切っとくやろっていう、もうツッコミどころ満載な、ある意味神回やと思ってます。以上で僕の好きなライブ映像と好きなカルラジル回の紹介を終わります。また絶対元気な姿で必ず会いましょう。さよなら。はい、ありがとうございます。次、最後、リーダーの長押しからのコメントでございます。ボーカルギター長尾です。皆さんお元気でしょうか。僕は無事に元気にやっております。ライブ映像ということで、僕が一番思い出に残っているというか、まあ、思い出には結構いろいろ毎回毎回それなりに残ってるんですけども、強いて言うなら昨年19年の、11月に行った堺東ボイスさんでのライブ映像は個人的に気に入っておりますね。というのもメンバーの、空気感はもちろんのこと、そのライブ会場が結構その日すごい盛り上がってまして、僕個人的にすごいそれが印象に残ってて楽しかったなという感じですね。はい、それと17年の3月に行った堺東、これも堺東のボイスさんで行ったライブなんですけども、これもこれですごい僕は印象に残ってて、というのもこの時もライブがすごい盛り上がったなっていうのが僕の中に残ってまして、まあホワイトカルテットのこのライブする中で結構毎回毎回割と盛り上がる会場でやらせてもらってるっていうのはあるんですけども、堺東もちさんはすごい毎回毎回やりやすい空気感の中でやらさせていただきますんで、すごいありがたいです。ありがとうございます。そしてカルラジですが50回ということで、お祝いのコメントなどたくさんいただいてありがとうございました。そして陰ながらでも応援していただいている方がいるということで本当にありがとうございます。そうですね、50もあったらまあいろいろあるんですけども、ね、ダブっても面白くないんで、僕はね第28回、高6って書いてるやつですね。これは昨年19年の、主催ライブの、真っ只中にあった、ラジオの公開収録ですね。対バンのアーティストさんが、ゲストにステージの上にちょっとね、上がっていただいてコメントをくださるという回と、クイズ大会をやったかな。本当にあの時もたくさんのアーティストを10組近く出ていただいたと思うんですけども、本当にありがとうございます。ね、今コロナウイルスでちょっと今年の主催は延期となりましたが、来年はというか、まあ、この暗闇を抜けた先にやっぱりねライブとかできる時があると思うんで、その時はまた主催をやりたいと思いますんで、たくさんの対バンのアーティストの皆さんお待ちしております。そして、何より応援していただいている方々にもぜひ聞いてもらいたいし来てもらいたいなと思います。よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。メンバーからはこういう、コメントをいただきましたのでありがとうございます。で、今回50回目ということで、なんと特別ゲストさんから、コメントをいただきました。はい、でまず1人目、1人目は、今までホワイトカルテットのアルバムの、絵を描いてくださっているルマチさんからです。はい、まさかルマチさんから来るとは思いませんでした。はい、ではルマチさんからのコメントどうぞ。はい、ホワイトカルテットの皆さん、どうもこんにちは。イラストレーターのルマチです。カ
ルラジ第50回、おめでとうございます。私は第12回ぐらいからですかね、何回か、出演させていただいてまして、なんかゲストでは一番、出演が多いらしくて、ありがたい限りです。今後ともファイトカルテットの皆さんのお手伝いができたらと思いますので、今後ともどうかよろしくお願いします。そしてまた、このラジオのさら、なる繁栄をお祈りしております。ラストレートのルマシでした。はい、ありがとうございます。で、次2人目っていうか、これは2バンドからのメンバーからかな。はい、リーダーが所属してる他のバンド、他バンドなんですが、リーブルナインチェさんからいただきました。ありがとうございます。では、そのコメントをどうぞ。リーブルナインチェベース&ギター担当こうちゃんです。50回おめでたいですね。ドカーンと面白い企画期待してるので、お体に気をつけて頑張ってください。これからも応援するとともに、カルラジ撮ってる時遭遇したら勝手にお邪魔します。よろしくです、的な。はい、ありがとうございました。まさかリーブルさんからもいただけるとは思いませんでした。はい、ありがとうございます。以上、教えてカルテットでございました。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。では次のコーナーへ参りましょう。コーナーはカルテットインフォメーション。このコーナーはホワイトカルテットの最新情報をお届けするコーナーでございます。はい、最新情報は今制作中のアルバムがあります。はい、でそこでまた新曲も作っていますので、お楽しみにしてくださいませ。はい、ではここで1曲をお届けしたいと思います。曲はホワイトカルテットで、なんと新曲です。シリウス。「晴れないかな」
ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。さて、そろそろエンディングのお時間が来てしまいました。視聴者の皆様いかがだったでしょうか。はい、まさかの50回まで続くことができました。ありがとうございます。これもひとえに視聴者様のおかげと思いますので、これからもますます精進していきたいと思いますので、よろしくお願いします。このカルラジは Twitter のリプ、YouTube のコメントで感想もしております。 YouTube アカウントは英語でホワイトカルテット、Twitter アカウントはホワイトカルテット、またはアットマーク大文字で WQ0529 での検索をお願いしています。このカルラジは各週で配信していきます。違うメンバーやゲストさんが来るかもしれませんので、お楽しみに。はい、ちなみに来週の更新日の時はカルラジ2周年ということになっております。はい、記念会が続きます。それではホワイトカルテットのラジオ、略してカルテ MC のカズでございました。また次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。